すごい大発見ですね。ジャンプの化石がありました。ここだよね、岩尾たちが。なんか羊羹とか残ってますね。一円玉がありますね。何ですかね。もらっときましょうか。じゃあ、これも一円玉ありますよ。なんですかね。え、なんですか。あ、これなんかお供え物なんですか。あ、どうしましょう。すごいですね。賽銭泥棒みたいなやつがいる。下ネタ系ですか。下ネタっていうか、顔が下ネタって。あ、ちんこ女の子は言わないの。本当はありがとうございます。みんなつくしゃうかしら。髪の毛チンゲだね。女の子は言わないの。はい、行ってきます。なんか投げかけてみたら。ああ、最初はグー。はい、最初はグー。じゃんけんぽん。はい、私の勝ちです。みんなじゃんけんしたじゃないですか。投稿チャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いします。ちゃ。はい、桜島に向かうためにフェリー乗り場に来ております。山田さん、これよく来てたんですか？よくは3回ぐらい乗ったこと観光客の方とあんま変わんないですね。だからなんかね、このフェリーの中のうどん屋さん美味しいやつですよ。みんな美味しいって言ってます。僕は多分食べたことあると思うんですけど、覚えてません。本当情報役立たないですね、あなた。あ、でもみんな美味しいって言ってます、フェリーの中のうどんは。僕今日はお腹いっぱいなんで、どうはそんな食べたくない。じゃあなんで言ったんですか。もしかしたらそれ初めてか。ダサいかどうかわかんないですけど。なんかうまくいったらイルカが見れるらしいですね。これ見たことあるんですか。あります。あそこにいるって知ったけど、なんかとんがらし特に本当にいるかなのかなとか思ってました。やっぱりね、感情ないから。もう人いなさすぎじゃないですか。ちょっと赤字なんだよ、フェリーは。あ、そうなの。あんま乗る人いないんだ。まあね、視聴者の方と一緒に来てるので、車で連れてきてもらってるので、車ごと乗れるフェリーがあるみたいなの。ああ、ちょっと眠いですね。岩川さん、そこは頑張りましょう。あ、ほら桜島フェリー名物はあの味が楽しめるとか、うどん有名でしょ。フェリーで食べるうどん。あ、すでにちょっとほら見えてますよ。見えてます。おお、すごい。岩川さんはね、結構当たり前かもしれないですけど、僕らにとってはね、やっぱ桜島っていうのはなかなか見る機会ないんで。でも建物で隠れてますね。なんかその雰囲気を壊すのが特技ですか？雰囲気クラッシャー。あ、かっこいいな。雰囲気クラッシャー岩川。雰囲気ぶち壊しだよ。帰れよ。さて、あ、修学旅行生が。あ、そういうことに出てますよ。あ、地元なのかな。地元の遠足みたいな感じ。こんにちは。どうも。あんま映してたらよくない。あ、映しちゃってステッカーあげない。あ、ステッカーあげる。あんまね。この年代の子が見るようなチャンネルじゃないと思うけど。この人も顔が下ネタなの。下ネタっていうか、顔が下ネタって。あ、ちんこ女の子は言わないの。ありがとうございます。みんなつくしゃうかしら。髪の毛チンゲだね。女の子は言わないの。ありがとう。あ、はい。かと。終わった。女の子でいじられて照れないでください。恥ずかしがり屋だね。じゃあね、ありがとうね。女子中学生に圧倒されないでください。いや、びっくりしましたね。食べちゃうぞとかやりそうなのに、誰がチンゲだよバカ野郎みたいな、ほらーみたいな。あるかと思ったら女の子がそんなこと言わないだって普通のおじさんじゃない見た目普通じゃない行きましょう使いましたダサずっと行くとですね、この先に信号があるんですよ。あ、はいはい。あそこ右折していただく、右折ラインが出てきますんで、はい、右折していただくと、まあ、ここのコーナーに入ってきますので、あ、はいはい、一方通行なのでそのまま指示に従ってですね、船に乗るだけです。はい。わかりました。どうもありがとうございます。はい。どうもありがとうございます。教えてください。はい。駐車場出てここ回っていけばもう OK だってこと。そんな脱の説明してました。こう回っていけば OK って。忘れないうちに早く下行きましょう。分かってないでしょ。右も左も分かってないじゃないですか。で来た道も違ってるし。違いますよ。来た道分かります。来た道あっちの方だったかな。頭痛い。あとなんで。係員の人に「ありがとうございます」ってちょっと俺映せないんだけどちょっと二号さんやってもらってください。係員の全部説明してくれた後に「どうもありがとうございます」ってこれ何なんですか敬礼は。そうしかもピシッとしてないんですよ。そうだから曲がったこうじゃない敬礼ちゃんとやるならこれ何ですか俺「どうもありがとうございます」はいちょっと眩しいみたいな。なんだどういう意味が癖です癖です俺あの癖の人初めて見ましたお待たせしましたですねその道出てぐるーって回っていったらなんか車の乗り場があるらしいわかりました今のでぐるっと回ればぐるって回っていけばあるみたいでちょっと今困ってらっしゃると思うんですよ。こっち水族館じゃないあっちって言ってなかった絶対こっちって違うもうちゃんと言ってよまっすぐ行って右ですフェリーって書いてあるんであそこに看板に青いの見えますあ右ですねはい、桜島フェリーって書いてある。説って言ってました。あ、それは奄美。どういうことでした。奄美行っちゃうことでした。なんで教えてくんないんですか。なんでちゃんと教えないんですか。ああ、すごい、これ初めてだな。わー、綺麗。あ、岩川さん、手振ってるよ。あ、ほら。はい、行ってきます。はい、行ってきます。はい、行ってきます。なんか投げかけてみたら最初はグーはい最初はグーじゃんけんぽんはい私の勝ちですみんなじゃんけんしたじゃないですか何があるかも分からないもう一回やってみたらはい2回戦いくぞって2回戦いくぞはい最初はグーじゃんけんぽんはい何の勝ちはいパーの勝ちあの人は手挙げてもうこれトッピングかけないあ、外に見えますよおさっきの子供たち見てません子供たち見てますやばいですからこんなおじさん子供を見とあ、子供たち見えます見えますあ、可愛らしいですねほら上京するみたいなおばあちゃんも手振ってくれたあほらみんなよかったじゃんけんやったらやるんじゃないですかじゃあやってみますよか最初はグーじゃんけんぽん誰もやらなかったです。はやったかったですけどね。开往樱桃城。 イルカは見れないですよね。イルカが見れるかもしれないですね。見たいな。なんかどっか遠く見とけばいるんじゃないですか。はい、着きました。それで車で出ていきます。旬の中で2年生ですから、これは。 それが最後ですか。はい、そうですね。桜島には1回しか来たことないです。え？ 1 回しか来たことないですか。はい。その回もフェリーに乗る機会はあるんですよ。この食べ水フェリーって言って、はい、桜島は今日で2回目です。じゃあもう、ほぼ僕らと変わんないですね。知ったかぶりだったってことですか。0回と1回は全然違いますから。僕ね、ここ中学生の時自転車で一周したことあるんです。そんなね、 なんか岩川さんらしくないっていうか、そういうのを企画してやる人バカにそうじゃないですか。自転車なんてどっか行く時に使うもんでしょって意味なく回るってバカがやるようなことでしょ。ね、絶対言うタイプじゃないですか。登ったり降りたり登ったり降りたり続いてるね。暑いし最悪でした。そんな着地すると思わなかったな。でもね、その時友達と一緒に行ったんですよね。なんかほら、友達と一緒にね、そういうのやると達成感があったり楽しかったりするじゃないですか。友達でそういうのやると楽しいもん。思い出の1ページだしね。ああ、はい。ああ、誰だよこれやるって言い出したの。それギスギスします。なんか悪くなったんですか。でもね、当時中学生でしたけど、今見てみたら結構景色も楽しいです。ほら、そうだと思いますよ。景色だって桜島の景色は変わんないはずですもん。20年経ったと。それをなんかイライラしながら。ホテルもある。 あ、やってないかなこれ。あ、やってないですね。あ、廃墟だ。廃墟だ、完全に。ああ、そうだったんですよ。あ、もう、あ、こっちもやってない。あ、もうほとんど今回こんなだったんですね。全部そうじゃないですか。これも廃墟で人はいないのかな。あ、岩さん、あれは溶岩？これ。溶岩、溶岩。あ、これが。でも溶岩。 おお、コツコツしてますね。その溶岩。でも溶岩。早い早い。溶岩。あ、でも溶岩。あれも溶岩。で、俺は？岩川。じゃあ、あれ溶岩みたいですか。はい。じゃあちょっと見に行きましょう。 こういう溶岩です。このガイドさんなんか雑ですね。溶岩。だからもうちょっとなんか感動とかもしたいのに。はい、これも溶岩です。欲しいですか。はい、火山灰です。溶岩。はい、行きましょう。ちょっと待ってください。どんどん行かないでください。わけわかんないですよ。 ね、僕らは初めて見ますし、視聴者の方も初めて見る人もいるんで、ちょっと火山灰とかこんな感じなんだっていうのをどんどん流れていっちゃうから。はい、じゃあ見てください。こんな感じでサラサラってしてるよ。サラサラって、あのね、泥団子作ってね、最後のコーティングでこれよく使ってましたね。はい、行きましょう。何なんですか。ちょっとすごいですね。ほら、コツコツしてね、これ溶岩です。 蹴ったんですか。蹴らないでもらいます。噴火して、岩とか降ってくるでしょ。はい。ここに隠れて身を潜めるんだ。それはだね。2種類。 いや、結構ね、僕ら初めてで匂いとかもすごいするし、こんな感じなんだと思ってちょっとびっくりしてるんですよ。あ、本当ですか。はい。ああ、響きますねこれ。お風呂場に響きます。ちょっと人いっぱいいるんで静かにしてもいいですか。恥ずかしいです。皆さんがこっちすごくびっくりされてたんで。うわ、爆発人は分析の恐れがあります。十分注意してください。確かにね、この瞬間噴火する可能性もありますからね。全然。これとか降ってきたらもう確かに死にますね。死にますね。びちゃってない。どれくらいするもんなんですか？年間。どんなもんだったかな。だから噴火多い時期と少ない時期あるんだよね。ああ、やっぱそういうのがあるんですか。もう噴火に慣れてるってことですよね、この辺の人たちは。ああ、はい。一円玉がありますよ。何ですかね。じゃあもらってきましょうか。じゃあ。よし。よっと。はい。いただきます。ご飯食べるんですね。言わないけど。あ、ここにもう一円玉ありますよ。なんですかね。これは。すごい。え、なんですか。あ、これなんかお供え物なんですか。あ、そうですか。あ、そうですか。じゃあこっち戻してきますね。いやいや、ダメですか。あ、いいですか。元のあれ多分意味があって置いてたんですよ。意味があったんですか。勝手に持ってきて移動させたら。ああ、どうしましょう。すごいですね。ああ、賽銭泥棒みたいなやつがいる。ほらそことかも。ああ、ほら。さあ、そういうなんか風習というかそういうのがあるんでしょうかね。まあね、お金こんな投げるのよくないと思うよ。いや、それはほらあるじゃないですか。なんか老婆だかわかんない意見にお金投げるとか。はいはい。あれも年に何回か、何年かに1回回収するでしょ。いや、それにしたって岩川さん勝手に回収しちゃダメでしょ。でも今調べたらこの1円とか、まあ、外国のお金も置いてあるらしいんですけど、置いてある理由は分かってないらしいです。ああ、じゃあ持って帰ってもいいんですよね。そんなことは書いてない。あ、ヘルメット置いてあります。あ、これ噴火した時に使ってくださいってことじゃないですか。あ、そういうことか。それだけだから降ってきて危険だってことなんだね。でもこれとこ用意してもないと何があるかわかんないってことですもんね。あれは噴火じゃないですね。ああ、でも。多くなかったですね。ああ、ただ一周くらい。はい。もうくたくたでこういうのを楽しむ余裕なかった。すごいね。でもこの辺とかね。独特だよね。岩尾たちが。ようかんと思ってます。確かに今ここに立ってみて思うけどこのわかるかな、こう降ってきてる感じっていうか怖いね。こうバってきたら。うわうわうわ、すごい。すごいですね。こんなガンガン。あ、これは怖い。これなんですかね。これ本とかですか。あ、これもあ。失礼しました。本の化石かと思って。ごめんなさい。ごめんなさい。触れることが多すぎて今ごめんなさい。どれから手つけましょうか。どうしようかな。まずどうします？二号さん。まあなんて言ったかじゃあ教えてもらいましょうか。いや、これ本の化石かと思いました。いや、なんかジャンプかなんかに溶岩かかって固まっちゃった。そもそも本の化石って何なんだって話もあるんですね。ジャンプに見えた。これジャンプに見えますよ。ジャンプ読んでみていい？どうぞどうぞ。ジャンプ大好きでした。いいですよ、読んで。わ、もうフリーザ犬だこのジャンプ。ってことは僕が小学校4年生の時に噴火が起こって、ね、溶岩かぶって固まったのかってあるか、そんなことは。鳥山先生のコメントも書いてあるんじゃないですか。あともうちょっとだけ続きます。まだまだ続くんだよね、これ。すごい大発見ですね。ジャンプの化石がありました。ああ、すごいですね。これ、形がね、なんか四角いから珍しいみたいな近づいてたと思ったのに、こんなと思ったんですね。うわ、もう崖じゃん。そう。危なー。ちょっとこうもうどこまであるの道？はいはい。どこまでは道なの？おお、そうです。死ぬぞお前。いやわかんないわかんない。わかんない。死ぬ確率は高いんだよ。ちゃんとこうやって守ってるんですよね。すごいな。こんなに。すごいですね。こんな来るんですね。喉乾いたな、しかし。二つ同時に喋んないよ。いい景色ですね。喉乾きましたね。どっちかにします。自販機ないんですかね。なんかだんだん中学生の時と同じ感じだよね。確かにやっぱり40になると景色とかよく見えるんですねとか言ってたのに、大人になったみたいな感じだしてた。結局ちょっと歩いたら「ああ喉乾いてない、自販機はないんですかね」はい、いい景色ですね。はい、ちょっと喉乾いてた。やっぱり中田変わってないわ、違うと思うけど。景色すごいね、ここ。いいですね。ジュース買ってたっていうのか。あ、ここにすぐ来ちゃいけないかな。ああ。じゃあ、あなた喉乾いてないですね。僕着いたらすぐお茶買いますけど、どうだろう。飲まないでください。あなたはもうずっと梅干しでも想像してください。ああ、こうやって喧嘩したんだな、友達は。気持ちわかるわ。なんかみんな揉めたみたいな言い方しますけど、多分岩川さんが原因なんだと思う。で、多分他の友達は景色いいなって思ってたと思うんですよ。だけど岩川さんは一緒で変わんないでしょこれ。はい、溶岩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 。誰だよ自転車で行こうとか言い出したらよ。言い出してイライラして喧嘩になったと思う。そんなことない。何人で行ったんですか当時は？1、2、3、3人だったかな。岩川さんと分かったと2人でまたすごい盛り上がってると思う。マジ今日のないよな。あ、それ撮影終わった後の俺と2号さんじゃないですか。帰りの電車で盛り上がる。その2人と仲良くなれそうだな。ね、サイコパスくん。なんでエコってない。サイコパスくんは感情をどこでついちゃったの。感情って溜まってんじゃないんだよ。僕は感情をコントロールできるだけなんだよ。何も。最後はつんから何も感じないんだ。人の形をした泥と喋ってるみたいな。感情コントロールできるんだよって言いますけど、コントロールできないから揉めてるんでしょうね。ここが海と山両方見れるとこだよね。さっきに比べると。あ、本当左海で山。あ、いいですね。指紋写すぞ。指紋写すと悪用されるかもしれないので。 T シャツだから。ああ、いいですよね。ありがとうございます。ねえ、可愛いですね。すごい。西郷さんの視点で。ねえ。あ、これ軽石？うん。ゴロゴロ落ちてるんだよ、鹿児島は。へえ。あ、これお風呂とかですか？ねえ。桜島大根の味噌漬け。大島の味噌ってなんか有名ですもんね。あ、懐かしいな。懐かしいって。20年ぶり帰ってきたんだ。こっち？鹿児島市で。美味しい。あ、これ美味しいね。味噌がね、しそはね、ちょっとさっぱりしてますけど、味噌がね、こちら。濃いですね。はい。ちょっと味噌、買いましょうか。気持ちもするしね。一つでよかったですか？大丈夫、一つで。噴火ってどれぐらいのペースで起きるんですか？いや、しょっちゅう。しょっちゅう。毎月とかですか？うん、もう毎日。え？そうなんですか？はい、毎日。だからね、毎日天気予報でね、今日はどっちの方面です。風向きで火山灰が行く方向をね天気予報で言うんです。そしたら外に洗濯物を干せるか干せないか、そういうのが分かるから。そんなしょっちゅうなんですか。じゃあさっきの避難のトンネルみたいなのあったじゃないですか、あそこに入るんですか。いや、そんなことはめったにないです。あ、そうなんです。そこまで大きなはそんなないけど、大きなはないけど、太陽かぶってもね、もうしょうがないし、もう慣れっこなんですね。慣れっこです。でもさすがにね、ここで噴火味わったことないかな。市内でもね、ガラス揺れるぐらいだけど、ここで噴火起こったらどんな感じやんの。音とかすごいんですか。すごいですよ、ひどい時はね、ドワーンって、うわやったーってこうして見ますけどね。ありがとうございます。市長の話ありがとうございます。知らんちゃあるよ。はい。みんなお茶買いましょうか。はい。はい。ここならではの。あ、はいはい。じゃあチラン茶4本ください。あ、これ鹿児島のね、チランってとこでお茶有名なんですよ。らしいですね。なんか静岡より多いんですっけ。あ、はいはい。静岡より鹿児島の方がお茶作ってます。実はね、そういう意味なかったけど。はい。飲んでみましょう。やっぱ濃いですね。濃いです。お茶っ葉の味がすごいしますね。すごいわ。大量生産できないやろうね。そうね、だから鹿児島でしか売ってないんでしょうね。今なんかよかったらなぜ一緒に写真撮ろうと思ったんですか。プリン。香港プリンがお兄さんが好きだから一緒に撮ったんです。よく近づきましたね、こんな機械な。あなた危ないですよ。下もそうですよ。色ね、ちゃんと香港プリン色で。ありがとうございます。これ旅行にいつも連れてって置いて写真撮ってるんで。わあ、よかったさ。この写真も大事に。ありがとうございます。偶然いい出会いがありました。桜島で会います。今溶岩の中に消えていきますよ。このフォープリン持って走って。妖精だったのかな。さか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 面白い。いや、とても面白い。さかさかさかチャンネル。終わりです。ありがとうございます。